バーン・ガニア、バーン、ガニア、ベルヌ・ガニア、本名、ディバーン、クラーレンス・ガニア、1926年2月26日から2015年4月27日は、アメリカ合衆国のプロレスラー。アワのオーナー兼プロモーターとしても活躍し、アワの帝王と呼ばれた。息子のグレッグガニアもプロレスラーである。ハイスクール時代は、 レスリングとアメリカンフットボールの選手として活躍。ミネソタ大学に進学後、NCAA のレスリング王座を2度獲得。1948年には、フリースタイルのロンドンオリンピック代表に選ばれた。フットボール選手としても短期間だが、NFL のシカゴベアーズに1947年の NFL ドラフトで指名されてプレーした。万能スポーツ選手としての華々しい実績から、 ムイミネアポリス地区のプロモーターにスカウトされなりもの入りで1949年にプロレスデビュー。ムイ世界ジュニアヘビー級王座、初代 US ヘビー級王座を獲得するなど活躍し、ルーテイズなどと並ぶメインイベンターとなる。しかし政治的な待遇面でムイ会長のサムマソニック派と衝突し、1960年5月にミネソタ地区のプロモーターたちと共にムイを離脱。 ミネアポリスは本拠地とするアワを創設した。1960年8月16日には、フラッグシップタイトルのアワ世界ヘビー級王座を獲得。以降、ジンキニスキー、ミスター・エーブ、クラッシャー・リソアスキー、フリッツ・フォン・エリック、マット・ドック・バション、ドクター・ X、ニック・ボック・ウィンクルラを破り、最後の退官を果たした1980年7月18日までの20年間に、 同王座を通算10回獲得、長期間トップレスラーとして訓練した。プロモーターとしても短期間でんびの対抗勢力にまで、アワを成長させ、現役レスラーであったことなどから会長には、ならなかったのの実験を掌握した。また、国際プロレスとの提携で、欧州からビル・ロビンソンや若き日のアンドレザ・ジャイアントなどをアメリカに迎え入れたほか、 リックフレアをはじめ後に名声を馳せるレッスラーを指導、育成したことでも知られる。1981年1月18日には、ジャイアントババ3000試合連続出場突破記念試合で、ババの保持する PWF ヘビー級王座と自身の保持するアは、世界ヘビー級王座のダブルタイトルマッチを行い、3本勝負で、行なわ1から1のドローで、両者王座防衛。 その年のプロレス大賞ベストバウトに選ばれている。同年5月、アワ王座を保持したまま引退。団体経営に専念する。しかし、レスリングの名選手だったガニアは、レスリングの基礎がしっかりしたレスラーを徴用する、傾向が顕著で、悪役テスラ、マッドドック、バショニア、バロン・フォン・らしクのように、レスリングのできる選手が徴用された、彼の引退後に対頭してきたハルク・ホーガニア、 ロードウォリアーズなどの派手なパワーファイターには、会議的で彼らの商品価値を見誤り、百八十三年以降の WWF、現 WWE のプロモーション戦略に押され、有力所属選手が次々と離脱。ノイと連携するなどして、勢力の回復に尽力するが、アワの人気は凋落し九百九十一年に崩壊。アワ崩壊後の九百九十三年。 ガニアは自己破産した。以降、ミネソタ州知事となったジェシー・ベンチュラの相談役として票に出たこともあったが、プロレス業界との関係を断っていた。2006年、WWE 伝道に迎えられ久々に、公の場に姿を見せた。ガニアの場合は、WWE の歴史上には、対立組織の総帥としてしか登場しないが、WW、w w e 解説率以前の、 マディソンスクエアガーデンの役ではあった。彼の受賞をきっかけとして、WWE の歴史には登場しない他の上、泡系の人物たちも続々と殿堂入りを果たしている。2009年1月末、ミネソタ州の養護施設内で97歳、当時の男性が転倒し、腰などを骨折。合併症で2月14日に死亡した。遺族は85歳。 当時のガニアがその男性を床に投げつけたとしたが、目撃者は不在で男性、ガニアとも認知症を患っており、ガニアは殺人罪には問われなかった。その後は娘夫婦と共に暮らしていた。2015年4月27日、89歳で死去。1970年2月、国際プロレスに初来日。同時に業務提携を結び、 以降ブッカーとして、多数の選手を来日させた。国際プロレスの吉原校社長とは、太いパイプで結ばれ、1974年11月には、アワ世界ヘビー級王者のガニアとアワ、世界タック王者チームのニック・ボック・ウィンクル&、レイ・スティーブンスの現役アワ世界王者3人が、同時来日した。その一方、ビル・ロビンソンや、アンドレザ・ジャイアントをはじめとして、国際プロレス経由で、 アワ参戦を果たしたレスラーも存在する。ただし、ビジネスに関しては相当シビアだったと言われており、国際がアワとの提携を解消したのは、高額なブッキング料に団体経営が圧迫されていたことが要因とされているアワと国際プロスの提携は1975年で終了したが、1979年から1980年にかけて一時的に提携が再開され、 ガニアとボックウィンクルが単発的に国際に参戦している。その後は全日本プロレスと業務提携を結び、1976年にはジャンボ、鶴田試練の10番勝負第一戦でのジャンボ、鶴田戦で全日本初登場。1981年には前期のジャイアントババ3000試合連続出場突破記念試合で、ババと対戦、当初ガニアは 3000? 俺は倍ぐらいやっていると言っていたが、デビュー以来の連続無欠場記録と聞いて、それは素晴らしい記録だと出場を快諾したという。その他にも自身を破って、あわ世界ヘビー級王者となったニックボック・ウィンクルラを送り込みでいる。全日本との提携は1980年代後半まで続き、ツルターはダッシュと日本人世界王者初の米国サーキット、 ボックウィンクルとハーリーレースの夢の世界王者コンビ、アワ王者リック・マーテルトンを王者リック・フレアーのダブル、世界戦など数々のドリームマッチを日本にもたらした。アワ終演間近となった1990年頃には、新日本プロレスと提携し、王者ラリーズ・ビスコを新日本に送り込んだ。1990年2月の新日本、東京ドーム大会で、 まさ斉藤がズビスコを破って王者になっていが、斉藤は1980年代のアワで、ミスターサイトマイナスと名乗ってヒールとして活躍していた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。